2021年6月7日月曜日午後5時の生放送です。ちょっと柱時計が遅れてるみたいですね。針はねジャストを刺してますよね。でこれあるパターンとしてはこう時間をかけたけど鳴らないっていうことがね時々ねあるんですよね。あ、なるなる。皆さんこんにちは。今週も、始まりました生放送ですね。今週もよろしくお願いします。この前のところがねやっぱちょっと閉めとかないと落ち着かないよね。先週金曜日だったか土曜日だったかね、その話し始めて時間が始まってね画面が映ってるのにね、その話しての私が画面から消えちゃって1分ぐらいかれこれ消えてたっていうね、マネージャーさんからツッコミが入りましたね。こっちにね資料があるわけですよ。でここにあるはずっていうのでパッと開けてね、もう一瞬だけ席を離れてね、でその資料の入ったファイルをちょっと持ってきてね、何事かもなかったようにと思ったらね、思った場所に置いてないわけですよね。で今日の話はこのネタを入れてって思ってるもんだからやっぱりちょっと見つけなきゃと思ってね、もうちょっと探せば見つかると思って結局最終的には見つからなかったというね。それでもねこっちからね声だけねちょっと張り上げてね、なんか姿は見えないけどなんかわーわーちょっと遠いところで喋ってるってそういう状態の時間がありましてね、まあ珍しいといえば珍しいね、珍しいものを見たということでですね、まあご容赦いただくっていうこともないよね。でその今日ね何話しようかってね、昼ぐらいに、あ、もう今日はこの辺で行こうっていう、ちょっと話のまとまりをね、つけてたんですけどね、肝心なとこ忘れましてね。で、その、肝心なことが2つあって、この2つの肝心がパッと噛み合わさってね、1つの話になると。まあそういう話だったんですけど、その忘れなかった方の肝心っていうのがね、私はその人があんまりこうやらないようなやり方でねいろいろやりたいとか、人が言わないようなことを言いたいというこう欲求が強いんだな、要求があるんだなって言ってもね、まあむちゃくちゃなことを言うっていう意味ではなくって、内容的には筋が通ってるし、そのやり方でやったらうまくいく。そういうやり方でなおかつ私オリジナルのね、だからあんまりそのこの人がやってるからあの人もやってるからっていう2番煎じ3番煎じにあんまり甘んじたくないっていうね、そういうなんか遺伝子があるみたいでね。だから商売なんかやるにはね2番手3番手っていうのがね手堅いんですよ。だいたい一番最初にやる人ってのはおっちょこちょいでね、で2番手の手堅いところがね、ああこのやり方でやったらうまいこといくな、でもっと改良してね洗練させてね、でガボッとこうこういう世の中パターンになってることが多くて、割とこうおっちょこちょいの性格なんですね。でこの例えばこういうこと、そのね例えばこういうことの方を先に思いついたっていうか、いつもそういう姿勢こういう考えを持ってるのを
あ、これって結局自分はあの人がやらないようなねやり方でやりたいっていう欲求を持ってるからこういう発想が出てくるんだな。でその中身をね忘れちゃったんだよね。で今更ね他のネタでもいいんですけども、もう狂犬不快でね、オリジナルの冒険家パイオニア、そうですよパイオニアですよ。でもまあ世の中にね全く初めてのものっていうのはね、まあありえないわけで、まあ聖書のねソロモンの箴言なんかにもね、その世の中にはね新しいようものはね一つもない、どれもこれも過去にね誰かがやったことがあるものだっていう気だしね、資源ですよね、うん、だからまあどんなに自分がこう新しいこと考えたと思ってでもね、まあ誰か彼かはねやってるわけですよ。だからもう全く新しいっていうことまではまあいかなくっても、あんまり周りがやってるからね、自分もっていう風なやり方はあんまり自分は好かない。それがねいい悪いは別として、例えばその聖書の研究とかでもね、その今ライトが流行ってるから自分もライトっていう気持ちにはねあんまりこうならないっていうかね。でもドラマとかは案外ね自分が乗ればね流行ってるから乗ろうみたいなね、乗りはあるんですけど、その聖書の話とかって結構やるのにね時間かかるわけだ。ワードスタディ一つにしてもね、なんか思い出してきた、その中身の方、そのなんていうかな、聖書のそのなんていうか解釈っていうか、そのお話でもね、そのまあ流行りのテーマっていうのがねまああるんですよ。だからまあそのまあたまたまかぶったっていうのは別にねやぶさかではないんだけどね、これねまあそうじゃなくってあんまり皆さんが着目してないようなね、そういうのをやっぱり見つけて、だけどとっても重要なことをね、指摘するっていうかね、まあ指摘までいかなくてもポンとこう出してくる、提示するっていうようなことをしたいっていう思考があるんだな。だから最近話したので、まあ思いついたっていうか発見したのはだいぶ自分にとって昔ですけど、このティテーミっていうね言葉があって、ティテーミっていうのはまあ置くっていう意味なんですよね。でその人が友のために命を捨てる、これよりも大いなる愛はない、でそこでその命を捨てるっていうふうに訳されている言葉が、まあ、まさにティテーミなんですね。でティテーミっていうのは、まあ、現代ギリシャ語では知りませんけど、その少なくとも聖書の時代のギリシャ語ではもうシンプルにペンをここに置くと、ね、マウスはここに置くと、そういう意味で物理的に置くというのに使われるね、変哲もない動詞でありまして、それを使って人がその友のために命をね置くわけだ。でこれより多いなら愛はない、うん。で そのなんでそれがね捨てるっていう役になってるのかって、これはその一番最初の頃に、まあ、ラテン語にまず訳したわけですよね。もともとの言葉はギリシャ語で。で、その時点からの伝統みたいで、で、もう一つはそのすぐそばにね、また全然違う言葉が元の言葉でいたら、ティテミって使われてる言葉の切り口とかってね、 Y さん書いてもいい言葉ですね、うまいですね、まさに切り口で、そのん
でそれとこう渡辺和子シスター渡辺のね置かれたところで咲きなさいのを置くっていうのとねちょっと連想をさしてっていうような話をしたんだけど、仲介者と書とかでねその辺書いてるの、私があんまり仲介書とか読まないので、書いてるのって私が読んだ範囲ではなくってですね、ティテーミの神学っていうことをね言えるんじゃないかってでこういうのもね危ないところがあってね、なぜかというと変な新説をね出してきてね、誰だったかな、プロテスタントっていうのは危ないって言って、カトリックとかね聖公会っていうのはその司教とか偉い人がいてね、最後にこう決裁権があってこの解釈はいいですよ、これはダメですよってパシッとね言ってくれるんだけど、プロテスタントっていうのはね、その牧師とかその説教者が一人親方見たくね、天でにこの釈義してってやるからね、すごいヘンテコリンな危ないものが出てくる可能性がある。それは大いにそうだと思うんです。だからティテーミっていうことに関して、まあそうなのかそうでないのかということはね、評価批判を待たないといけないというわけなんですけども、まあだけどね、なんていうかな、危ないっていう要素はまあないですよね。一つのまあエピソード程度のもんですよ。だけどもっとテーマによってはね、ここをこう解釈するってもうとんでも解釈にね、なる場合っていうのはあるからね、いかにやっぱり組織神学とかそういうのをきちっとねやっとかないといけないかというね、まあそれになるわけですけども、でそのあれだ、自分はまあ人がで、その人がやらないことをねやりたいなっていうスピリットが溢れて出たのがね、やっぱりアダム・シュボーの路線だなということをねつくづく思うわけですよね。そのもう何度でもねやっぱりね言いますからけどね、このこういう似顔絵がね入ってまして、もう似顔絵をパッと見ただけでね、もうある意味中をね読まなくてもいいっていうことです。で最近出たのね、もう一冊、これはもう確実にね場所にちゃんとあるのでね、すっと1分も放送事故しないで出てきましたけどね、もうこれパッと見ただけでね、これ新宅さん本人がペッペッと上げたらね、ああそっくりですねってこれひとしきり話題になるわけで、完結してるわけですよある意味。でもそれで大成功なわけですよ。なんかね初対面の人とか、ちょっとね大事な人にね、私の方なんですけど差し上げますってこう上げた時にね、ああなんかすごいそっくりですね、いい似顔絵ですね。でここでもう心が打ち解けてね、コミュニケーションになるじゃないですか。そういうことをまあ狙ってる。でこれね、まあ似顔絵描いたって似顔絵ってね配るもんじゃないよね。自分のブロマイド見た、ブロマイドっていうのがありますよね。でもね自分のブロマイド作ってね配るっていうのはね常識にかなわないんだよね。ところがねびっくり本にしちゃうとね配れちゃうというね。どうですか、もう他の人がね思いついたことがない、やったことがないっていうのはねまさにこれですよ。でこういうね、まあ分厚さとかこういうのね、こう分厚い本ってねあげてもね、もう本当に本心から言うとね、分厚い本をもらえばもらうほどねありがたいとか嬉しいとかってね、そういうことはないわけで、もう今やね日本みたいにね人口が多くて人口密度が高いねお家でもね、
欧米諸国に比べればね、うさぎ小屋かって言われるようなね、そういうお家に住んでるお互いとしてはね、もうスペースの方が貴重なわけですよ。だからもうよっぽどのものでなかったらね、家にね置いとくなんてね。だけどまあ義理があるから捨てるに捨てられないしみたいなね、そういうことも十分考える。でもこれだったらね、まあ本棚に置くにしても隙間にシューッとね入っちゃうし、まあちょっとしたこう面白いもんじゃないですかね。だからこの家族でね、台所のテーブルにポンと置いてあってね、ご飯食べて、これもらったんだけど、うん、あ面白いね、なんか似顔絵、これは似てるのかって言って、なんか結構ね似てるわねとかっていうのがすごいね、いい。だからね、先日ね、その私の義理のお父さん、連れ合いのお父さんの滴る恵みっていうのがありましてね、滴る恵みはね、どこ行った、あこれこれこれをね、 S 君が言ってたんかな、ですね、画面からね飛び出してくるような感じってね表現してました。画面からねよっとかってねまあお父さんね、よっとかとは言わないでしょうけど、どういうかな、まあ、よって言うかもしれないね、非常に砕けた間からだったら。すごいね、気さくな人ですからね。だけどきちっとしてるっていうね、非常にこう本当に得がたいね、見習うべきキャラクターですよ、もう師匠ですよ。これでね、で読んだとしてもね、40ページぐらいだしね、でその読もうかなって、もうつかみはね細工は流々ですけど、目次の隣に本部が始まっちゃってるから、もう嫌でも目につくね。私が生まれた時、サンバさんはこの赤ちゃんは早く死ぬでしょう、おそらく小学校にも行かれないと言ったそうです。ところが神様はこんなにも長生きさせてくれました。このキーワード長生きですよね、若くして死ぬることを覚悟して生きてきましたのに90を超えましたね、これは神様の祝福によるとしか言えないというのが実感です。これ一人でね、家でね読んでる場合、もう誰の目もねない、もう自分の部屋にこれがあったらね、パッと見た時にね、私だったら思わず引き込まれてね続きを読んじゃうと、まあそういう戦略なわけですよね。ですからこれ、連れ合いのお父さんが、義理のお父さんが、まあ元々の言語を書いてきて、ちょっとねひっくり返したりしたところがあるんですよ。特に一番最初の方ね、そのやっぱりこう続けて読みたいなと思うようなね、そういうのをちょっと前に持ってきちゃってね、順番を入れ替えてっていうね、まあそういう編集作業の手が入ってるわけで、でその他の人では結構その文と文、その一つ一つの文はすごい光ってるんだけど、つながりがもう一つあれだから、うまくつなげるとかね、そこはやっぱり編集者のね腕ですよ、腕ね。それでそのもらった人が読んで、こう違和感を感じない、違和感を感じないどころか、もう面白くね、ああいい本だな、いい文章だなって読めちゃうっていうものにこう仕上げるっていうね。やっぱりその素人の人が自分だけで作るっていうのと、編集者の手がね、そこれもね、信玄にね、よく編集された読み物はなんだかな、よく釘が打ち付けられたようなものとか、なんかねそういう名言がありますが、編集っていうのがいかにまあ大事かっていうことですね。ちょっとした違いなんですよ。だから読者にとってはね、そのまあ例えば点とか丸とかね、それが一箇所ね変な使い方がしてあったらね、まあ、ある意味でちょっと心がこうしらけるわけですよね。
で漢字の使い方でもワープロで打ったらね、パソコンで打ったらね、難しい漢字がいくらでも出るから、あの漢字で打ってるんだけど、なんかね理由はよくわかんないんだけど、なんとなく違和感を感じる。だからまあその世間に本、プロが作った本っていうのは出回ってますから、でそれもよく売れてるね、大手の出版社が出回してるようなものっていうのは、漢字の使い方とかね、いろんなことをやっぱり隅々まで気を配って違和感がないわけですよ。そういうのをやっぱりみんな読み慣れてるから、それと比べてね、なんか分かんないんだけど違和感があるということがね、内容はすごく良かったりするのにね、惜しいかな、そういうところでちょっと格を落としちゃってるっていうかね。でそういうことをピシッと編集者がやってくれて自分の本が出る。で、またそういう恩恵に預かれるのは、すごい一部の有名人とかね、だけって思ってたのが、そういうクオリティのものを自分が配るために、自分の身の回りの人に喜んでもらうのに、自分が出した本を作れる、ね、これもあんまり、だから今その自分史とかね、それから自費出版ブームですけども、だからあんまりねまあ世間の出版社がね気がついて真似されるとあれです。だけどまあ私が最初に始めたんだということは声を大にしてね言っときたいですね。もうそれは皆さんが歴史の証人ですよね。それにもう一つはね、これ少ない人数でね、一人親方だからできる仕事だっていう点もあるわけよ。だからこれね、私にこれ作ってもらったとかね、私が自らね、まあどういう形でかいろいろ、まあそのライターとか頼んだりしないといけないなと思ってますけど、タッチしてやったっていうのはすごいね。うん、これはね、プレミアムものですよ。私もね、50年、60年あと生きてるわけじゃないからね。私が生きてね、もう張り切って仕事しようって言ってる間にね、作らないと。私が手掛けたものってのは、ね、できないわけですからね。まあそういうことをいろいろと言いながら、今週もね、このように生放送をね、やっていくわけでございます。ね、著述業、そういいこと言うね、著述業のね、腕の見せどころなんですよね。で、お聞きになってるあなたに、天地を作りになった誠の神様からの豊かな祝福と、守りと導きがありますようにとお祈り申し上げつつ、今日の生放送ね、これに終了させていただきます。お聞きいただいて誠にありがとうございました。